ででーん、おはようございます。さあちょっと着々とっていうかまだいっぱいいろいろ開封でご案内したいものいっぱいあるんですけど、ちょっとこれとかもまだ開けられてないんですけど、今日はですねとりあえずこれのセットアップをしたいと思っております。このミニスフォーラムっていうこのミニ PC、 これサンフランシスコから持ってきてたんですけど、ちょっとですねこの間リモートデスクトップ環境を30万円 PC の方リモート化してかなり安定して運用できそうな自信ができてきたんで、ちょっとこれもですねこのブラビアあるんですよ実は。うちでこれ僕も8ヶ月ぐらいいる間で一度も本当に文字通り一度も電源入れなかったんですけど、本当完全にテレビから脱出、テレビ卒業しちゃった感じなんですけど、これにこれを設置しまして、でまあちょっと父親の見守りも含めた監視 PC ではないですけどホームサーバー兼監視 PC みたいなの作れたらいいなと思っております。で実はここに秘密兵器がありまして、これがうまくいくか分かんないんですけど、HDMI を CEC って言ってコントロールできるように、コンシューマー用の機器とかだと HDMI と電源とかが連動して、なんかハードディスクレコーダーとかつけたら勝手に電源ついてく、テレビの電源もついてくれたり、ハードディスクレコーダー切ったら切れたりみたいなのを勝手に連動してくれるやつあると思うんですけど、これはですねなんかそれを HDMI というか PC で、PC 上で CEC 対応するための、だからこれ HDMI なんか PC の、HDMI って基本的に CEC 対応してないんですよね。このボックスをかましてなんか USB でボックスにこう電源入れるのか、コントロール制御を入れてで HDMI で経営することでなんと PC 上でも CC できるって。だから何がやりたいかっていうと、この PC の電源を入れることで、まあ、PC 上からこのブラビアの電源とかコントロールできるようになるんですよ。だそうするとテレビ電話とかしたい時とかも別に親父の方は何の設定もせずに、ただこちら側から一方的にテレビつけてカメラで呼び出したりできるんじゃないかと。でさらにですねこのインスタ360リンク、これを、これに設置しておけば、ブラビアの頭に設置しておけば、これ PC 上のリモートで画角とかも全部コントロールできるんで、ちょうどこのリビング置いておくと大体どこでも見渡せるってことで、これが安定してリモートで運用できるとかなり見守り PC として、機能するんじゃないかと。結構そういう野望があって30万円 PC もそれのちょっと練習台みたいなところあったんですけど、ちょっとこれ、今日一日全部セットアップ終わんないかもしれないですけど、じわじわセットアップしていこうと思ってます。まあ、ポイントはミニ PC でこの HDMI CEC ですね、 HDMI でテレビがコントロールできて電源オフも全部 HDMI の多分切り替えとかもできるんですよね。で、カメラもリモートコントロールできるっていう、これ完璧じゃないかなと思っております。じゃあちょっとこれからセットアップ、まあ一気にやるって感じじゃないんで、じわじわしながら進めていこうと思います。テレビの後ろに置いて今 Windows 自体起動したんで、まあ一旦リモートでコントロールできる環境さえ作っちゃえばこっちのもんなんで、そっから先はじわじわ調整していこうと思います。 Windows アップデート祭りになってますが、まあ、リモートでつながる環境はもうセットアップできたと思うんで、あとはもうじわじわセットアップしていこうと思います。いやリモートセットアップ安定させたのでかいですね。ちょうどいい感じにスペースあるんで、ここにスイッチボット設置すればこの PC も完璧じゃないでしょうか。バックアップにもなるし、30万円 PC とこっちとで2台体制完璧です。 OK、 バッチリバッチリです。ラップトップ上からリモートデスクトップ完璧です。おお、これでマウスホイールでこんな感じでかなり高画質でカメラがパンできて、あ、リビング一望できますね。おお素晴らしい、かなり、おお、いいねいいね。ちょっとリモート経由なんで動きがぎこちないっていうか、今多分ホストの PC がすごい重いことになってますが、
でマウスホイールで、ズームとかもできるんですよね。このマウス操作で対応してるんで、これでズームしたりとかズームアウトしたりとか、やっぱインスタ360リンクすごい便利なんですよね。あ、いいですね、いいですね、完璧。これでもうかなり、うわ、行き過ぎた。かなりこれでサンフランシスコ戻っても横須賀の様子は常に分かりますね。ロボット掃除機とかもどこになんか行き絶えてるかも全部分かりそうです。あ、これはこれはね、ずっと考えてたんですけど、想像以上に安定すればいい感じになりそうですね。やっぱなんだかんだ PC が万能なんですよね。素晴らしい、楽しい。じゃじゃーん。そしてあの Windows セットアップしてる間にまた配送物届きました。これがですね、先日も買った2個目なんですけど、ベルキンのこれですね、 USB-C1 ポートを4ポートに追加するっていうハブと、それに4つ、短いケーブルを4つです。これをここに今フルトラッキング用の、ドングルをこうやって4本、バラでこうやって置いてるんですけど、これと同じセットをもう1個作ろうっていう、そういう算段です。これでトラッカー8つ8個全部、動けるようになるはず。 USB ポートは2個だけしか使わないんで、まあ、2個使って8つのドングルが制御できるってことで、かなりスッキリという感じなんで、このセットもう1個作りました。これもちょっと今日中にセットアップできるといいんですけど、セットアップ祭りですね。こんな感じですね。ベルキンのハブに4本つけて、でこの先に1個1個ドングルセットアップしていくんですけど、なんかフルトラッカーのドングルセットアップする手順として、1個ずつ確実に認識させていくっていうのがポイントみたいなんで、まだ、トラッカー自体のセットアップはしてないんですけど、準備だけはできたって感じです。ただ本当はこのドングル自身もできるだけ離した方がいいらしくて、最低でも15センチ以上離した方がいいらしくて、ちょっとこのケーブルだとドングル同士近すぎて干渉しがちっていう説もあるんですけど、まあでも一応そこそこ安定して動いてるんで、まあいけるんじゃないかと。無理やりこれをこう開かしとくとそれなりに距離稼げるんで、それでだいぶ安定した気がするんで、まあこのくらい開けとけばいける気もしてます。なのでやっぱお手軽さとのこのセットアップのバランス重要なんで、これがなんか最近マイブーム。じゃじゃーん、おはようございます。いよいよもう帰国が近づいてきて、いろいろ食材とかも減らしに入ってるんで、だいぶあの食材が、まあ、ギリギリまで別に買ってもいいんですけど、気分的にちょっと減らしに入ってるんで、チーズトーストに、ゆで卵にザバス、そしてですね、ここにあった、ここにずっと半年あの腰痛ザイス買ったやつ覚えてる方いらっしゃるか分かんないですけど、あの初期の頃に買ったやつ、あれねめちゃめちゃ良かったです。半年使ってて全然へたらなかったし、あの腰痛にめちゃめちゃあの快適だったんですけど、あれももうちょっと譲っちゃいました。いろいろもうやっぱ時間がギリギリで全部やると余裕がなくなっちゃうんで、もう早め早めに、手配してるんで、なくなったらすごい座り心地悪いというか腰に悪そうな感じになりました。とりあえず朝食いただきます。さあ、そしてちょっと朝食食べ終わって、これ今例のブラビアに設置した PC を、Galaxy Fold 経由でリモートデスクトップパーセック使ってるんですけど、これねかなりいい感じです。例えばこんな感じで、例のインスタ360リンクが、しかもこれドラッグアンドロップでこうやってなんか直感的に好きなとこ見えるんですよね。首振れるの、これめちゃめちゃ良くないですか。こんな感じでダブルタップしてドラッグするとこういう感じで見えますし、で今この状態でこっちのブラビアついてないんですけど、例の、HDMI CEC 使うとこれね、アプリ入れるんですけど、ちょっとまだなんかアプリいろいろ複雑すぎてあんまり使いこなせてないんですけど、なんかイベントゴーストっていう
なんかオープンソースかなんかのアプリを入れて、でなんかいろいろセットアップしたんですが、これ使ってですね、ここで、CC 経由でテレビのパワーオンとかできるんですよ。例えば行かなきゃしょうがない。うん、いやそのえ何そのこれ今あの服に入れんだ入れるんだけど、はい、もうあの裸足で行くから半パンツ丸出しみたいな。えどういう格好で歩いてる。はい、じゃこれでちょっと、このエグゼキュートしてみます。これでこれでいきますね。これでドンと今あのパーセック側で制御したんですけど、こんな感じで分かりますか、テレビがつきました。こんな感じです。この専用のアプリで CC コマンドがいろいろ選べるんで、今は、パワーオンみたいなやつを選びました。でパワーオフももちろんあるんで、これでこう選ぶの難しいんですけど、この状態で今ちょうど画面出てるんですけど、この状態でエグゼキュートアイテムするとこんな感じで、とりあえずテレビの、まあ、HDMI の切り替えとか電源のオンオフぐらいは簡単に、リモートデスクトップ経由で経由あのやることができるようになったんで、これと、まあ、あのカメラが使えれば、まあ、最悪こっちから一方的に、父親呼び出してコミュニケーションしたりもできると思うので、一旦これで、セットアップは終了ですかね。あと実はこのスマートハブ、スイッチボットのハブ2、究極のスマートリモコン体験って、これあれなんですよね、あの今ロボット掃除機をお借りしてる時に、ロボット掃除機はまあ期間レンタルなんですけど、これはなんかおまけでプレゼントいただいたんですけど、これ使うとなんか IR 経由でテレビとかのリモコンとか学習させて操作できるみたいなんで、まあ、これ設置しちゃうっていうの、これをですね、ちょうどここになぜか我が家 Kindle Echo が置いてあるんですけど、ここにドンとこれ設置しておけば、ちょうど正面側にテレビがあるんで、これで全制御できちゃう気も、こっちで全制御できちゃう気もするんですけど、まあバックアップ必要なんで、必ずこうなんか2つぐらいの手段で操作できると安心なんで、まあスマートハブも、設置しといて、で HDMI CC でもコントロールできるっていう、これがベストですかね。着々とあの我が家のスマートホーム化というか、スマート見守りホーム化できてるっていう、そういう感じでしょうか。でですね、これもめちゃめちゃ荒れ果ててるんですけど、この、テーブルと椅子とカーペットと、このフルトラッキングのおかげで、あのトラッカー充電山みたいなのができてしまって、非常にこれが荒れてるんですけど、さらにこの、最後まで名前を覚えられなかったアリンコの自転車、前半かなり活躍してたんですけど、後半全く使う余裕なかったんですけど、アルリンコでしたっけ、アルリンコのフィットネスバイク、なんかちょっと埃かぶってますね。これあのクラスで、レンタル家具で借りてたんですけど、これもいよいよ回収に来るってことで、ここら辺が物なくなると一気に寂しくなりそうですが、フルトラッキング環境としては、かなり快適になりそうですね。 PC どこに置こうか今非常に悩んでおります。じゃあちょっとよいしょよいしょ、ここに一旦ホコリをきれいに取りまして、スイッチやっぱ一回横練習しとかないといけないですよね。で大体なんか皆さんの、フィードバックによると、なんかやっぱり、4年バッテリー持ったっていう方もいれば、1年ぐらいでも、いろいろコメントいただきましたが、平均するとやっぱ1年ぐらいでこのボタン電池じゃなくて なんとか電池電池なくなるパターンが多いみたいなんで、やっぱ1年に1回ぐらいメンテできるといいのかもしれないですけど、4年持つとだいぶ違うんですけどね。まあ、ちょっとここにボタン設置、1回試し打ちが非常に重要なんで試し打ちします。じゃあちょっとまずはテスト、おこい危ない危ない、いきなり動いた、ここにしてもう一回、あこんな感じですね。でやっぱちょっとかぶるぐらいに設置しておくのが良さそう。こんなもんで、これで多分
あ、完璧完璧です。あれなんかうち来てる。ちょっと今ちょうどこの作業していたら、あのクラスの家具の回収がちょうど来たんで、はい、どうぞお願いします。すいません、気づかなくて。ででん、ということで一気にこれ完全にフルトラッキングスペースが出来上がりましたけど、ちょっとこれでいろいろ片付けが、ある意味片付けのフラグが立ったんで、今ちょっといい加減箱とかもちょっと悩んでたんですけど、いろいろ箱も解体し始めて、この荒れ果てた部屋を一気にスッキリさせたいなと思ってます。まあ一気に言っても、あの今日中に全部はできないですけど、これをフラグに、これを機にちょっと一気に、片付けモードに入りたいですけど、ただどこで塩をごとしすればいいんだ問題が若干悩ましいですね。自分の子供部屋エアコン壊れてるから完全に上に上がれないんで、なんか地べたワークか、それかここで仕事するのもちょっと、ここ結構あの腰痛のあれも返しちゃったし腰にくるんですよね。まあそんなに実質そんな数日、実動数日なんですけど、ちょっと悩ましいですね。さあじゃあちょっとこのリビング PC の方のセットアップに戻りまして、今例によって単押しの、よいしょ、これで単押し2秒、はい、これが単押しの動作で、このオフの方にやるとこれでがっつり10秒長押しして、あ、切れましたね。はい、これでここで完全にランプ消えましたんで、これで強制終了終了ですね。でもう一回これでオンにして、はい、これで起動しました。リモートでこのまま復帰して使えるようになれれば完璧ですね。まあもうそこら辺は横須賀 PC、 あの30万円側でも実験済みなんで、まあ多分大丈夫だと思いますが、あとはじゃあ念のためセルラー回線にして Wi-Fi 切って、これでリモートで、接続できれば、この PC のセットアップもなんとか完了じゃないでしょうか。あ、もう楽勝中の楽勝ですね。これで今あの Wi-Fi と Bluetooth あえて両方切って、完全にローカルの環境、あのセルラーの環境でつなぐようにしたんですけど、あ、バッチリバッチリ Windows つながりました。これで、こちらの、通称横須賀弁当ボックス PC、 こちらのセットアップも完了です。さあじゃあちょっとここの掃除をもうちょっと続けますか。じわじわと攻めていきたい。ででんと、ここだけ見たらちょっと片付いたかのように見えるかもしれませんが、ででんと、とりあえずこっちに移動してるだけなんですけど、ただポイントはですね、床に何も置かない、できるだけ何も置かないでロボット掃除機が動きやすくするようにして、ああいうケーブルとか邪魔なものは全部棚の上に置くみたいな形に持っていくっていうのがまず第一ステップですね。まだここら辺全然ダメなんですけど、でもここら辺はもう完全にロボット掃除機が行動できる範囲できてきたんで、なんとか、スイッチボット掃除機が動ける範囲増やして、あと徐々に棚の上片付けていくとか、まあ、最悪置いてってもね、床片付いてればいいかなと思うのでちょっと心が弱気になってきてますが、引き続き片付けますが、一旦今日休憩、今日っていうか一旦休憩です。この時期水分補給はめちゃめちゃ大事ってことで、この成城石井の生姜の力強い味わい、ジンジャー100倍、これ買っといたんで今日はこれ飲みます。じゃーん。その後もうちょっと頑張って、頑張ってないんですけど、ほとんどあそこに積み上げてるだけなんですけど、だいぶ片付けはしたんですが、何気にあれですね、これアイボくんがこれ地面に置いとくと掃除機微妙なんですよね。こいつどうしようかな、微妙に結局電源入れてないし、上で、ね、寝てしまうか、上に持ってったら最後絶対に稼働しない気がしますが、一旦上にしまっちゃいますかね。それなければだいぶ掃除機動かせると思うんですよね。一旦試験運用したいし、ちょっとじゃあ冬眠してもらえますか。今までちょっとこのエリアはあの侵入禁止エリアにしてスイッチボット運用してたんですけど、一旦侵入禁止エリア解除して
スイッチボット運用してみますかね。これなら多分大丈夫だと思います。いや本当ちょっとね、ルンバに比べると、最新のルンバに比べると、賢さを劣る感じがするんですよね。ケーブルとかに対しての対応は非常に弱いんですけど、ただ何せコンパクトさと小ささは圧倒的なんで、そこは強くて、まあ、なかなか長所短所ありますが、だいぶ安定して動いてるようには気がします。じゃあちょっとせっかくなんで、もうこれも設置しちゃいますか。スイッチ一応作戦はありまして、これはあのルーター再起動用の緊急中の緊急、あ違いますね、でも1日1回再起動させようみたいな、そういう作戦でしたけど、ここに2本ある電源ケーブルのうち、上がなんかその再起動してもいいよルーターとかがぶら下がってるやつで、下が PC とかあんまり再起動してほしくないものっていう根元で分岐したんで、それでやってしまえばルーター系一掃して一気に再起動かけられると思うんで、ちょっとこれも一回実験してみますか。じゃあちょっとガンガン設置しちゃいます。スイッチボット製品基本的にあの写真で見るよりも全部ちっちゃいんですけど、これもちっちゃな AC が入ってまして、じゃあこれスイッチが横に1個だけあって、あとはコンセントあるだけですね。今差し込むのに1回抜いたんで、ルーター系が、あ全部、あそこそこ、あの横のボタンで多分電源入れるんですね。あれを押さないとポチッと、あこれで、あのランプなんだと思ったらあれで電源だったんですね。じゃあこれで、はい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 、みんなの火が戻ってまいりました。差し替えただけではダメでした。じゃあなんかちょっとルーター再起動してる間にハブの設定もしちゃいます。あなんとペアリングするときに電源ボタン2秒押しして、なんか Bluetooth のペアリングみたいなのも必要なんですね。でちょっとそこら辺指示に従ってセットアップしちゃいます。あこれいいですね。ただ電源コントロールできる AC アダプターだと思ってたら、消費電力とかも、なんか消費ワット数とか、今 25.3W で消費電力は 0.01kW とか、こういうなんか使用時間とかこういう情報も見れるようになるんですね。あこれだけでもめっちゃ便利じゃないですか。これでルーター1日1回再起動しておけば、まあちょっとぐらいネットおかしくなっても最大24時間で復帰できるんじゃないかと思っておりますが、あなんか順調にやってまいりました。早くあっちがやってほしいんですけど、まだあっちには攻め込んでません。そしてこいつがですね、結構この段差乗り越えられないんですよね。これ結構致命的でですね、この段差を意外といけると思いきや段差弱いんですよね。乗り越えろ、乗り越えるか、なんかたまにいけるっぽいんですけど、意外と段差に弱くてですね、ダメかな。向こう側やってもらえないんですよね。頑張れ、なんかやろうとしてるんだけど、たまに運がいいと乗り越えるんですけど、そんなに大きな段差じゃないんで、足が意外と高かったんで段差に強いんだとばっかり思ってたんですけど、意外とこのくらいの段差なんですよね。これいけないと結構ご家庭で困るところ多いんじゃないかっていう、これちょっと盲点です。ルンバの時はここガンガンいけてたんですよね。個人的にはルンバの方がちょっと使い勝手の良さも感じていつつ、まあ、本当にコンパクトさと静かさをどのくらい取るかっていうか、そこら辺はバランスですね。これ2個セット買ってしまって、もう1個どこに使おうかなと思ったんですけど、今ちょっと、あ、言ってる間に今ちょうど電気切れてるところですね。2分間だけ切るっていう設定したんで今切れてますが、これいいところはですね、電源常にここ取ってるんで、こいつは電池切れすることはないんですよね。あのこっちのスイッチは PC のこのスイッチはボタン電池切れちゃうと、あの動けなくなっちゃうんですけど、こっちは常に、まあ、停電とか起きない限りは、電気供給されてるんで、 PC 側も実はこれをつけておいて、まあ、最悪の最悪、あのスイッチボタンのスイッチの電源切れて、PC が再起動できなくなった時に電源の抜き差しで、今時 PC もあの停電対策で勝手に電源がブチって抜かれた時は戻った時に再起動してくれたりするんで、これで
あのバックアップ用の電源リブート手段として用意するのありかもしれないですね。それを2個並べておけば、まあそっちのこっちはほぼほぼ使うことはないんですけど、本当に保険中の保険みたいな感じでやっておくと冗長性が担保されるかもしれないです。そうこうしてる間にバッチリあれですね、一回オフラインになって完全に Wi-Fi とか切れましたけど、ちゃんと復活したんで、やっぱスケジュールちゃんと生きてますね。じゃあスイッチの方も大丈夫そうなんで、じゃあ PC 側もちょっと設置して、まあ保険用の緊急電源としておきますか。罠よ、ここがスイッチボットが太くて2個並列で刺さらないですね。なんかアダプターを経由しないとダメです。罠すぎました。あったかなアダプター、今ちょっとすぐ出てこないですね。困った。さすが電気屋、これを探しておりました。これでこれがそもそも刺さるか。あこれも微妙、これも微妙ですな。これに両方のスイッチを刺すしかないですね。ちょっとこのデカさ微妙です。あの標準的なご家庭のコンセントのサイズだと思うんで、2個つけられないのはちょっと罠ポイントだと思います。うわ、ちなみにこの分岐だとなんか口が合わなかったです。方向性が合わなかった。なんか多分片方ちょっと大きくなってるやつなんですよね。曲線あるやつ。こんなこともあろうかとヨドバシカメラで前に予備で買っておいたやつ、これが生きる日が来るとは。しかもこれなら安全ですね。やばいです、もうこれでほぼほぼ横須賀の家完全にリモート制御できるようになってきました。やばい、スイッチボット楽しすぎます。この楽しさ今まで気づけてなかった。遅すぎました、遅すぎたスイッチボットブームやってまいりました。ででーん、朝からノンストップで結構頑張りました。見た目全く進捗してないように見えますが、メルカリならぬドリカリで結構あの日本にいるといいですよね。ちょっと僕が使わなくなったものをいろいろ引き取っていただけるんで、バックスペースマガジンっていうあのポッドキャストのコミュニティで基本的にはあのいらないものっていうと結構いいもの多いと思うんですけど、僕が使わなくなったもので、なんかあの他の方で喜んでもらえそうなものをいろいろ整理して、売ったのでだいぶすっきりしました。まだまだですけど、今日はもう一旦これでちょっとフルトラで VR チャットの世界で少し癒されてこようかなと思っております。結構働いた、汗だくです。さあちょっとまったりしたんですが、フルトラ環境見てください。まず、ベースステーション1個目をなんかフルトラッキングでできるだけこれを2メートルぐらいのところにベースステーションを置いて30度ぐらい下に向けるっていうのがいいみたいなんで、まず1個目で、2個目も三脚に当ててちょっと下向けて、これはあれですね、今回この三脚ベストめっちゃ気に入りました。そして、3つ目はちょっと三脚ないんで無理やりこれで、少し角度つけてます。ゼンハイザーさんのこれをこの箱を台にしちゃってるっていうね。はい、で4つ目がこのドリママの棚にこうやって仕込みました。これで、まあ、2個目3個目4個目はちょっと、2メートルない、1メートル50センチないぐらい高さのところありますが、これで4個ベースステーション設置できたと思います。完全にここでルームスケール完成じゃないでしょうか。今日ちょっとこれから VKET っていうあのバーチャルマーケットですけど、 VR チャット上であるマーケット今盛り上がってて、そっちに参加するんでもうちょっとしたら VKET 行ってみようと思います。
Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.